はい、どうもこんにちは、ビアさんゆうとのんでーす。今日はですね、はい、じゃじゃん、浴衣を着てみました。来たぞー。ということは、浴衣着たということはですよはい、今日はですね、ホテルに今来ていて、ホテルってか旅館かな、うん、旅館に来ていて、第五人格を、うん、まあ、この旅館の中のどこかしらでやることによって、うん、はい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 、さらに、ね、集中力が上がるのではないかという、普段の家ではない場所でやることによって、またよくわからんこと言い始めちゃったんよこれが。まあ要するにあれだよね、前めちゃくちゃ集中できる状態でハンターやったら上手くなる説やったけど、あ、今回は、ね、うん、めちゃくちゃリラックスできる状態でハンターやったら落ち着いたプレイができるんじゃないかということだよね。やっていきますか。ゆうさんに何箇所か用意したいですね。今回は2箇所用意しました。なるほどなるほど。森の中とお風呂の中の2パターンですはい、続いてはこちらの場所です、はい、どこかどこ空気きれいやろ。まあ確かに確かに、きれい。めっちゃ頭さえそうじゃない。うん、鳥さんかなんか虫も鳴いてない。ここ生きてゲームするの俺。うん、え、すごくない？どっちがいい？怖いんやけど下。うわ、どうしようかな。下はね、若干座る場所があるんで、暗くて見えづらいかもなんだけど、こっちはソファーって感じ。うわ、でもいつも俺座ってやるからな。下の方にしてみる？うん、そうね。下の方行ってみるか。はーい。おー、着いた。すごいね。わー、明るくていいね。うん、しかもちょうどもうこれ、ここでどうぞと言わんばかりの高さやここで、あ、立ってやってもいいよ。どっちの方がいいかな。飲むんでしょう。座ってやる？いや、立ちで行くか、今日は。立ちで行く？うん。やっぱいつも座ってるから、ちょっと違う感じにしたいんで。じゃあ、ここでちょっと立ちで行かせていただきますわ。これ、問題はマッチングするんですかね？今何分ぐらい待ってる？今1分半。まあ、あとは、この Wi-Fi がない状況、今、スマホのテザリングでやってるんで、まあ、これが問題なければ。そうね。まあ、外でやってるっていうことがまずおかしいっちゃおかしいけどね、うん、まあ一応まあ全然周りに人いないけど、一応公共の場なんで、まあめっちゃ騒いだりはしないです。そうやね、普通に落ち着いた今日は大人のね実況プレイをしていこうかなと思います。来た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 、頑張れ。やばい、めちゃくちゃラグいびっくりした。この椅子のここに入るまでめちゃくちゃラグいわ。ラグいなんか最近多いよ、罪の森打ち出すること。そうなんや。さあ来た。いやいいね、もう衣装も完全森。見て、目の前も森だよ。うわ、癒される。あー、めっちゃ、あ、でも言うて、あ、77。あー、まあ、ちょっと長いぐらいか、いつもよりは。しかもね、周りが暗いからね、うん、鬼のように明るい、画面がめっちゃ明るいよ。一応うちもね、スマホでライト消してる。オッケー、よし。マイク引き打ちを決めていく。あ、なんか、うん、え、なんか、え、何それ、何それ、動き出した。もしかしたら相手も外でやってる説がある。外プレイか。うん、一旦そういった油断にね誘われてチェーン外してしまいましたけども、うん、お、あれあれあれ、いけるか、これ一発殴れちゃうんじゃないの。もう殴ったら終わりだよ。オッケー、早い、素晴らしい素晴らしいこれ多分ね、相手も自然でプレイしてます、間違いなく。で、あ、回していると、うんうん、もうちょっとめちゃくちゃ遠いところに連れてもらおうかな。もういいね、いいね、キャンプファイヤー。うわ、こういう日今日どっかで見たいな。いや、でもこれ半分超えるかもしれん。冷静なプレイに。ちょっと遠くてね見えづらいよ。ダメだ、え、ダメ、 4.9 割。 4.9 割。あー、いい救助されちゃったね。オッケーオッケー。うわ、うますぎ。いいよ、炭鉱の磁石を無駄にさせながら少女にちゃんと投入し決めていく、うん、森効果出てるわこれ。うん、ただ暗号機残り3台だからちょっと頑張ったね。囚人が早すぎるね、回復。そうなんだよね、いけないですねこれ。さあ、囚人が今から来てるから見えた。これね、飛びたかったな。変わったけど。そうだよね、ちょっと頑張らないとだね。さあ、捕まえまして、どうしてやろうかな、この人。全然見えない、どこにいるんだろう上にいるよ、なんか言ってるわ。とりあえずここに設置して。でも囚人が何もしないんだったら結構いいぞこれ。あー、間に合いそう。さあ、どっか別で回しているか。いや、耳鳴りしてるね。ダブル救助説がある。あ、ダブルで来るんだ。なるほどね。ここまで。いけ。いや、俺はしっかり待ってる。あらー。あー、惜しい。今、発艦だったら。あ、やばい、なんか、発動がくそ遅かった。めちゃくちゃ遅かった。人間死んだ。あ、でもなんかめっちゃ、めっちゃなんかしてくれてる。
あ、だ全部当たらん。まずい、焦らずね。これね、空気吸って、息吸って、うん、そう、息吸ってな。100以上あるからね。全体して、オッケーオッケーオッケー。で、これとりあえずダウン取って、あー、どうしようかな。はい、3ターン。普通に負けペースかな。いやいやいや、まだいける、まだいける。まだね。うん、回復してるよ、みんなで。なるほど、なるほど。もう一人連れたな、世界変わる。そうだね。なるほどね。結構立て直ししてるっていうか、消えたらいいなって感じだけど、もう消えらせてくれないね、これ、まあ、少女は見つけた。あー、いいね。囚人やりに行ってもいいけど、もう一旦送電切らせてもらって、うん、なんか足痒くなってきた。蚊いないよね、もしかして。え、痒いんだけど。ああね、大自然だからそれいるよ。蚊に噛まれたらうちの機嫌が悪くなる。それはまずい。蚊じゃありませんように、気のせいでありますように。いやでもね、裏でめっちゃ頑張って救助してくれようとしてる。もうそれ磁石じゃなくて、あれチェーン当てれたらやれちゃうじゃん。はいはいはい、じゃあ勝ち。あー、それじゃない。いっぱいいる。よしよし、いっぱいいるけど、これダウン取らせてもろて、うん、じゃあこれ一手倒し決められる。まだ余裕ある。全然余裕ないですね、これ。どっち捕まえたい。いやどっちでもいいんだけど、捕まえれたって感じが。そう、一生捕まえられないんだよ、ここに言うと。疲れると。おい、強すぎだろ。強っ。おー、乗ってる。おー、いいね。頑張れ。よし、いいね。ナイス。オッケー。残り1枚。残り1台。これはなんとか捕まえればオッケーって感じ。いや、瞬間移動使いたくないな。危ない。まだワンターン。あらー、飛んじゃう。もういいやつやん。ナイスナイス。ガチ。ほんとや、あと1割やね。これ鹿の必殺技だったわ。必殺技使えてる。うん、いいね。観光機して、でももうチェーン一発で当たれたら。そうだね、持っていけるけど。場所がどこ行ったの、みんな。どこ行ったか、マジでわからん。広いね、このマップ。そうなんですよ。多分一生懸命罠解除してると思うんだよな。暗号機のとこ。はいはいはい、罠解除来たね。あ、引っかかってる、引っかかってる。大チャンス到来。よし、え、強っ。あ、これはね、強いんですわ。きついね、しかちゃん。プラフォー。お、読み合い、いけ、頑張れ。俺は読み合わない。あー、頑張れ。救助も来ないんだ。ナイス。あげい。ここの。ああ、なるほどね。観光釣ったっけ？釣ってないか。観光釣ってない。少女が飛びなだけか。そうなんですよ。でもこれで救助。ナイス。いい読み方。うん。で、あとはこっから少女を捕まえ切ったら、まあ俺のちょっと勝ちが見えてきたなって感じですね。いいね、持ち直したね。なんとかなんとか。暗号機に罠を飛ばくる。なるほど。あ、やっぱ冷静な判断できちゃってるな。あ、できてるかも。ポイントこれ高いよ。これ釣っちゃうか、普通に。うん、なんか釣れそう。椅子っちゃ。あ、でかい。むしろ、うん、マッキー。逆に通営される。いやでもね、どこも回してないんだよね。あ、来た。ってことはもう起き上がれないし、これ速攻しちゃおうかな。これ頑張って、罠ってね、ここで狙います。いいよ、いいよ。次だな、次絶対触る。いや俺はまだ、もう俺ここから 1ミリも動かない。でもこれ使ってもらって、いいよ。さあ、いつでも来い。決めれるか。いつでも起き上がれ。俺絶対これ決めるから。瞬発力も、うん、多分森効果ね。森効果でね、高まっとるけんね。おい、まだだな。鹿の救助怖いよな、サバフェス。はい、あー、うまい。なんで、でもここで、あ、でもいろいろ使ってくれた。オッケー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 。惜しい。めっちゃいい感じだったのに。
ヘッドを1回入れて、うん、ナイスナイス、ヘッド捕まえて、あーこれ、なんか、え、でもチェーンの効果めっちゃいいね、ほぼ最近、日本語大丈夫かな。よし、飛びだ、ここに行ける、飛ばして、で、炭鉱はまだまだ大丈夫だから、で、少女追って、そう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 、で、これで、ちゃんと使っていって、ここに閉じてたら、おしまいなわけですよ。はいはいはい、あ、でも、めっちゃ向こうまで逃げてる。え、これ、これ当たらん？そんなことある？よーし、なんとか追いついた。寒くなってきたくない？確かに寒くなってきたくない？ナイス！手がかじかんのやんかと思った。あ、本当に？もう俺はもう、目を凝らして一生懸命見て。え、ナイス、勝ち！やったぜ、勝った。すごい。やばい、でも地下どこかこれ、俺わかんないな。なんで？あ、ハッテが、あ、よかった、投稿してくれたわ。はい、4ついらん勝てましたということで、いや、検証結果どうでした？集中力とかもろもろ上がりましたか？いや、でもなんか、うん、椅子に座りたかったかな。そうだ、一旦立ってやってた。ずっと立ってやってるんで、こういう姿勢でやってたんで、むしろハンデだったんじゃない？ちょっとラグい、立ってやらされている、うん、音も若干聞こえてすごく壮大な音が聞こえてくる。いやでもね、めっちゃ楽しかったわ、思ったより。うん、よかった。俺は本当に200ピンとかでやるんかなって思ってたから、全然そんなことなくて、うん、快適に過ごせた。うん、よかったです。いやいやいや、どういう状況だこれは。これはですね、はい、ユイさんの入浴シーンが見れる貴重な映像となっております。なんで僕はこのね、入浴しながら大群人格やってるんですかこれ。はい、これがですね、はい、2つ目の場所ということで。なるほど。さっきはね、森の中だったと思うんですけど、今回はお風呂の中で大群人格をやったらうまいプレイができるんじゃないかということで。なるほどね、リラックスすればいつも俺が強くなれるんじゃないかなという今回検証ですね。はい、まあ、ちょっとあまりにも実況しながら難しかったので、今回後付けで応援しようと思います。果たして強くなるのか。暑かったよね。まあ温度もね、普段入ってるお湯よりも相当暑くて、本当に大変でしたね。まあこの時の様子を振り返りながら喋っていくんですけども、すでに汗が垂れてきて、そろそろ目にかかってきて目が染みてくる頃ですね。うん。いやもうね、途中からね、明らかにしんどそうで、このあのマスクしながら入るもんじゃないね、お風呂はね。はい。そして、ね、うん、まあ、今回あのこれは真似とかはね、推奨できないんですけど、まあ、できるだけしない方がいいですね。うん、まあ、もしかしたら、こうやってお風呂の中でね、人格をするってことが、あの初になるかもしれないなってことで、まあ俺ら誰もやったことないんじゃないかなと思って、まあ、自宅だったらあれじゃない、あ、来たるかお風呂の中でやる人とかね。まあ、今回、ね、あの許可もいただいてね、撮影はしてるんですけども、あ、そうですね、はい。いや、まあいろいろ、まあ今回ベース使っている理由としては、やっぱ湿気、まあさっき森の中でシカちゃん使ったんで、今回は湿気のあるお風呂では、そういうことやったね。さあ、結構プレイちゃんとさ、手を使ってさ、ダウン取って空振りもせずやってるから、わりかし今のところうまくいってるんじゃないかなと思うけどね。この指サックもさ、やりづらかった原因になったよね、確かに。あー、そうだね、まあこの時の状況で伝えるするならば、やっぱゲームとってやっててね、すごく厳しい原因であるのは、その湿気によるその指の滑りがなかなか怪しくなってくるところ。まあ指サックしてね、俺はすごく滑りやすくしてるんだけど、それでもやっぱ貫通してくるこの湿気。なるほど。うん、グレイスのこの湿気がもう直接肌で感じられますね。あの、見て、明らかに空振り増えてきてない。あー、まあ確かに。囲っては来ているんですけど、で、だんだん俺のね、このワイプの前髪も割れてきて、だんだん下がってきて、これね、明日の証拠ですね、完全に。多分この動画の冒頭、オープニングね、あの、俺すごい前髪割れてると思うんですけど、あの、それ実はこの撮影をした後にオープニング撮ってるんで、あの、全てが終わって疲労困憊で僕撮ってるんで、ボロボロになってんだよね。これ顔面もうびしょびしょです、これ。顔面湿気ゲージ 80% ぐらい、今撮り始めた時はまあ 10% ぐらいだったんだけど、もう 80% 超えてるね、完全に。かわいそう、振り返っても可愛い。すみません、こんな企画持ってきてしまって。いや、まあでもね、やっぱこんなんするのなかなかないから、もういい経験俺させてもらったなと思うね。まあ、みんなもね、多分知ってると思う。うちが頭おかしい、ね、うん、ことを考えて企画をね、ゆいさんに無理やりさせるってことは知ってると思うので、今回はゆいさんにね、あのちょっとミスが伝わったところあるんですけど、またこういった機会があればぜひ。まずい。まあでも YouTube たるものね、まあ、いつか体張らなきゃいけないですからね。おー、ビートばっかりじゃダメなんでね。うちもね、入浴しながらやってみようかなとか思ったんだけど、
こうゆいさんの見てもらったばっかりなのに結構ね難しいよねお風呂入って。確かにこれノンがやったらどうされるんじゃないかっていうようになって審議者でやめました、うん、はい。そうだからゆいさんの上半身こんな見えることも本当にいやそうだよないよね初公開多分今後こんな肌出ることない。あプール行くぐらい。ああまあ海プールとかそういう系行くしかないか。プールの中で大人とか多分できないと思う。あ無理だよ貸し切りしないと無理だな。温泉はこれもう自分たちの部屋の温泉。あ部屋の温泉だね、うん、客室の露天風呂になってるので、うん、できたっていう条件がね揃ってたんですけど。いやでもこの後普通に風呂も入ったんですけど、うん、この客室温泉めちゃくちゃ良かったね。めちゃくちゃ良かったよね。普通に入った後のこの肌のツルツル具合すごくて、そうやっぱ温泉すごいんだなと思った、うんうん、本当にそうだね。なんか何なんだろう温泉のお湯が多分いいんだろうね、うん、こんなツルツルになるお湯ある。これ販売してほしいんだけど。あ分かる分かる自然ならではの、ね、多分いいお湯なんだろうね、うん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 、ということででもお肌効果も上がりながらね、はい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 、プレイしてもらってるんですけど、あのめちゃくちゃ眩しい感じされてないこれ。めちゃくちゃ眩しい。なんとかもう脳幹とかされつつも一人飛びは作れて、ね、見失ってってなかったっけ、うん。あー確かそうだね。目がぼやけちゃって確かにあバックでは終わってます試合が。あー終わってる終わってます。なんか喋ってるけどなんか喋ってるちょっとやばい。ここからもうあーこれは映像だけになりますね、はいはい、そうですね。まあそういった感じでまあまあまあ今回やったんですけどまあこのお風呂はまあいろいろありましたね。大変でしたということで、まあやった感じ引き分けとなりましたね。はいということでゆいさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか初のお風呂の中での第五人格。あ最悪ですね。あダメ全てが良くない。あ良くない。体勢も良くなかったし。そうしあの iPad 下の方結構濡れるか濡れないかギリギリを攻めるゲームをしてたし。あと他で言うんだったらあの汗をねすごくかくので、はい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 、僕は入浴しながらこれマスクしてるので結構蒸されるんですよね、はい、そういうことによって汗が垂れてくる。汗が垂れてきて、目に、ね、すごく汗が入ってくる、はい、そして目がめちゃくちゃシバシバしてしまう、はい、そしてよく見えないサバイバーが見失ってしまう。そして、風呂ということで、まあ、ここはね結構開けてるんでだいぶ涼しいんだけど、あの湿気がすごいということで画面も滑りにくくなります。なるほど。ということで湿気、汗、暑い試合の中でも水、うん、見えないってめっちゃ言ってたもん。そしてあと取られているというこのなんか謎のあなんかそわそわしてる、うん、なんていうのうわなんかなんで俺これ入浴シーン取られてんだっていうこのなんかそわそわ感。確かに全てが良くない。見えないような角度で一応撮ってたんだけどそれでもやっぱ気になっちゃうと落ちてないかなとかね。放送事故なってないかなみたいな。普通に動画撮ってて、はい、で普通にやって肩とか出たことないじゃん。ここまでも出たことないじゃん。そうだね。結構な露出になったよね今回。初のいやでもこれはちょっといい現象だったな。最初のやつは結構良かった。あこっちは森の中か。そうすごく悪かった。いいのと悪いの両方経験しました今回は。はいということで今回はまあちょっと変わった企画になってしまったんですけど面白かったなって少しでも思っていただいたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はいということでゆいさんはねこの後お風呂にゆっくり使ってリラックスしてもらえたらなと思うので、はい、ゆいさんお疲れ様でした。よろしくお願いします。はいということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。